なさん、こんにちは。アフロマスクです。今回は久しぶりにこちらのマウント&ブレード2に挑戦していきたいと思います。はい、ということで今回は公式の提供動画になるんですが、本日2022年11月10日ですね、プレイステーション4と5でも発売が開始された形です。ゲームについて簡単に説明すると、ご覧の通り中世が舞台のストラテジー要素とアクション要素のある RPG ゲームになります。キャンペーンモードではオリジナルキャラですね、それを作成して、一人の状態から、傭兵になったり盗賊になったり、あとは商人になってお金を稼いだりしながら、どんどん仲間を増やしていって一国の王にまで成り上がることが可能なゲームになります。で、今回は久々にキャンペーンモードかな、こちらはパソコン版のマウント&ブレード2になるんですが、日本語にも対応してるんでキャンペーンモードですね、ちょっと新規にやっていきましょう。来ましたね。まずはキャラクターの文化ですね。ここら辺も最初の頃英語だったんで大変だったんですけど、やっぱ日本語化されてるとかなりありがたいですね。どうしよう。文化、今回帝国行きましょうか。次。女性キャラで行こうかな。声とかも変えられますからね。スタート!タイガーライン!でかくしましょうか。でもでかいとこうやっぱ、弓矢に当たりますからね。ちょっとマッチョな感じにしたいんだよな。で、顔とかもめちゃくちゃ細かく作成、キャラクリできるんで、もう結構大切ですからね。ずっと見ることになるんで、キャラクター。髪型アフロはありましたっけ?ありますね。よし、とりあえずキャラこれにしましょうか。アフロヘアで、かなり強そう。たくましい感じですね。これだって、たら中世の時代、弱肉強食の世界も生き抜けるでしょう。はい。これが重要。そう。ここで、過去の家族とか、いろんなあれを選択するとキャラのステータスですね。どうしようかな。結構筋力系のキャラ、パワーキャラでいきたいんですよね。毎回それになっちゃうんですけど。これにして、次。幼児期ですね。医学もいいな。ここも迷うとこですよね。思春期。弓欲しいですね。おー、強そう。統率力も上げましょう。この物語でいこうかな。お兄さんみたいですね。お兄さんと、妹ですよね。主人公。アフロマスクなんですけど、この二人で略奪者から逃げたとこから物語がスタートするみたいですね。で、馬もいるのかな。まあいいや、これでやってみましょう。よし、じゃあやってきましょうか。懐かしいですね。とりあえずお兄さんと一緒に、あれか、まずは食料買いに行かないといけない。食料ないといけないんですよね。あー、いっぱいいる。はいはいはい。これで中に入れると。これで行きましょうか。この曲、これですよね。とりあえず、どこだ?あ、そこにいますね。あ、最初からなかなかいい馬持ってますね。で、武器、ああ、いいですね。弓。あと、片手剣持ってますね。はい。話しましょうか。石を集める感じですよね。いろいろ来た。これですね。はい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 。兵士をじゃあ、すべて採用できるかな。お金結構持ってますね。いいでしょう。で、兵士のための食料も必要ですからね。穀物2つぐらい。持っていくか。うん。で、クエストが旅人を探し出すか。
ああ、これもう全員倒せばいいんだ。行きましょうか。こっちが行けますよね、多分。8対6。で、多分全員馬乗ってんのかな。じゃあ行きましょうか。はい。あー、いいですね。あ、全員騎兵か。これで自分について来させることもできるし、いろいろ指示が細かくいけるんで、まだ人数少ないからあれなんですけど、ああ、入ってきましたね。他、弓持ってる仲間いないのか。とりあえず距離取りながら、ちまちまこの弓でやっていくか。一人称もいける形ですね。はい。ちょっと分かれて、ここからチャージさせて、こっち側もチャージですね。いた。ああ、一人来てる。その背向けたやつやりましょうか。いった。はい、一人やった。危ない。行きましょう。ナイス。あー、やりましたね。オッケーオッケー。まあ、最初はこんなもんでしょう。一人もやられてないかな。はいはい。まあしばらくはこんな感じでバンディット退治ですよね。で、敵の捕虜になったのかな、兵士がいる。あと、囚人ですね。これももらっていくか。で、経験値を上げていけば、どんどんアップグレード。兵士も強くできるんで。あー、で、戦利品ですね。いらないな。ここら辺は後で売ろう。はい。まずは、ほんと、バンディットを蹴散らしながら、部隊を強くする感じですね。これ、クエストでもあるんで、山の盗賊か。まあ、徒歩なんで、バンバンやりましょう。あ、やばい。ちょっと増えたな。2部隊ですね。一緒に来てもらおう。さっきの戦いの傷が癒えてないですね。バンディットはまだ、石投げてきますよね。危ない危ない。あ、レベル上がった。石結構痛いからな。よいしょ。やっちゃいましょうか。OK。オッケーかな。よし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 。とりあえずこんな感じ。ちまちま倒しましょう。オッケーですね。あー、隠れ家を見つけて倒すと。はい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 。あー、ありましたね。隠れ家行っちゃいましょうか。結構いると思うんですけど。いる？そこ。あー、いますね。おい。オッケー。まだ全然数は少ないと。ナイス。あとはその奥かな。やった。ナイス。残ってますよね。あー、来た。山賊のボスですね。ちょっと待って、剣出さして、剣。いましたね。なあ、弟と妹がさらわれてないかですよね。Good heaven. I'll need a better description than that. My men have harvested dozens of little brats in this region. ひどい、どれ一番に送られちゃったのか。ね、こんな感じで選択肢あるんですけど、まあ決闘でもいいんですけど、まあ数が多いですからね。やっちゃいましょう。タコ殴りだ。勝てばいいですからね。こんな感じでチュートリアル終わったら、もうこっから自由な形で、まあいろんな国に仕えて傭兵になったり、あとは村人とかか襲ってで、バンディットプレイもできるし、とにかく成り上がりですね。弱肉強食の世界で
まあ、国を持ったり一国の王になったりもできて、あと結婚とかもできましたよね。かなり自由度高い感じです。とりあえずちょっと大規模戦闘もやりたいんで、カスタムバトルで大規模戦闘やりましょうか。よし、じゃあカスタムバトルですね。これで工場戦いいですよね。で、軍隊の規模1000人対1000人いけるかな。あー、両手斧のいいですね。これで突っ込むか。じゃあこんな感じでカスタムバトルですね、工場戦やってみましょう。よし、来ましたね。わー、攻めにくそうなお城だな。いや、でも工場戦いいですね。数も多くて、結構最初に場所も選べますよね。はい、準備完了。よし、じゃあ行きましょうか。もう勝手に進みますもんね。あー、いいですね。すごそう。あ、倒して倒して、これ楽しそうですよね。いけ、おお、迫力ある。行きましょうか。あ、でこれで城門を突破するやつ。あ、危ないですね。ここ、そっちが行くか。そこ入れんの。あー、すごいな。人数多いと本当敵味方分かんなくなりますからね。あー、もうすぐそこあれなんだ。あー、もう入ってますね。なるほど、それ開いてるんだ。最初から開いてた。あー。おなじみの大行列ですね。あー、入れる入れる。どこ、あー、降りてきてますね敵。それ無理でしょ。あー、どっか上上がりたいですね。上がれないのかな。お祭り状態になるんで、あ、そっち側から行きましょうか。まず前線に出るのが大変ですかね。あー、でも前に比べてやっぱ軽くなったのかな。この規模の大戦闘でも全然余裕ですね。あー、いますね。ちょっとショートカットするか。よいしょ。いやー、すごい。あ、押してますね、押してますね。ちょっと投げて、はいはい、投げ斧で、はいはい、あー、敵来てる。あー、そっちが押してきたな敵。あ、降りれますね。早く早く早く、やられるやられる。よいしょ、はい、乱戦ですね。行きましょう。いや、 OK かな。あ、ちょっとばらけて、なんか石投げてる人もいるけど、やっぱマウンタンドブレードこれですよね。もうお祭り騒ぎは最高ですからね。なんか盾が飛び散ってるけど。攻めの攻めろ。これキャンペーンモードになると本当何千対何千の軍勢で戦い合いますからね。いけいけ。いや、これ味方殴ってな。もうちょい前ですね。あ、でも敵だいぶ少ない。でも上の勢力差で見るとなかなかいい感じですね。よいしょ、よしよし、手伝いましょう。よいしょ、見えない、ほとんど見えないんですけど、多分当たってる。よいしょ、両手をので叩き合いましょう。はい、やった。あ、いいですね、攻めの攻めの。ただこっちの方が少ない。じゃ、ほぼ同じだな。でも、あー、攻めてる攻めてる。で、おたけびも大きいで、はい。おたけび重要。あー、そこいっぱい残ってんだ。やばい数いますね。あー、でもすごい、この人数でも全然余裕できますね。あ、これ横から、よいしょ、痛い痛い痛い、危ない。よし、仲間を助けろ。ただ囲まれると一瞬やられちゃうんで、
狭い、来た、いっぱい来た、九兵いっぱい来た、ちょっと九兵怖い。よいしょ、やれやれ、いやーいっぱいいますね。ここもやりましょう、九兵やろう。ちょっと負けてません、ね、痛い痛い痛い、死ぬなこれ、死ぬな。一度後ろに下がりましょう。おい、逃がさない、逃げてるやつをやるか。あそこ上固まってますね。はい、いける、よいしょ、もう一息、死なないようにしないと。あれ上は九兵じゃないのか。やりましょうやりましょう、運びましょう。はい、あーいますね。はい、ここら辺から、はい、オッケー、ここいいポジション、もう囲んでるんでやれるでしょう。オッケー、よいしょ、振るだけでも大変そうだけど、安全に囲みましたね。ちょっと死ぬ死ぬ、その上にいっぱいいるんですよね。やった、あとそこだけじゃないですか。来い来い。やりましょうやりましょう、多分押し出して落ちてくる感じかな。あとそこだけですね。あ、勝てる勝てる。やっぱ大規模工場戦いいですね。あー来た、これは逃げてんのか、よいしょ。逃がすな逃がすな、あーいっぱい来た、これ逃げてますね、よいしょ、逃がすな逃がすな、ほいほい、あー退散しましたね、撤退した、逃がすな逃がすな。いた、よいしょ、オッケー、勝った、完全勝利じゃないですか。あー、やっぱ面白いですね、工場戦は。おたけび上げてる。いや、この大規模戦闘ほんと迫力ありますよね、血がたぎってくる。おたけび上げとこうかな、はい。あれで、はい、23人倒せた。ということで今回は簡単にキャンペーンモードと、あとカスタムバトルで工場戦ですねプレイしてみたんですが、いや本当にあっという間に時間が溶けてくゲームなので、プレイするときは寝不足にならないように気をつけてください。ね、他にも最大64人でプレイできるマルチプレイモードかな、それもかなり面白そうなんですよね。気になる方は動画概要欄に詳しく URL とかですね、いろいろ載せてあるのでチェックしてみてください。ということで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。